こんにちは。台湾で有名な J-POP 続けています。さあ、皆さん、2018年一番有名な曲は何の曲ですか？聞いてください。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してたくらい、してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。切り分けた果実の片方のように、今でもあなたは私。米津玄師さんのレモンです。そうです、2018年の時、一つドラマ、名前はアンナチュラル。このドラマのテーマ曲です。この曲は米津玄師さんから作ったんですよ。この歌とドラマはすごく素晴らしすぎて、全部の台湾人は米津玄師さんのことが知りたいです。この曲の後も彼もいっぱい人気な曲を作ったんですよ。本当にすごい歌手です。リリアも続けて頑張ります。じゃあまたね、バイバイ。